こんにちは、谷地です。今日はですね、阿南カントリーの夕焼けゴルフに来てみました。友達に誘っていただきましたので、2時からぐらいですんでね、今1時過ぎですので、ちょっとパッティングについて、そしてちょっとしたマナーについて、教えたいと思いますので、ちょっと見てください。まあこういう重たいバットをね、持ってきました。でこれをね、素振りするのはね、グリーンの外でやってみてください。パッティング練習場はアプローチ禁止ですんで、僕もぶっちゃけ昔はこそっとやったりしていました。でもそういう時の自分はあまりゴルフは上手くなかったです。ですので最近はもう一切そういうこすいことはやりません。ですのでね、マナーを守って周りに配慮して練習しましょう。まあ僕はですね、この重たいバット1キロぐらいあるんですけど、まずこれを左でちょっと素振り10回ぐらいかな、大きくゆったり素振りしますね。でこっちも大きくゆったりとゆったりとします。はい、まあこれはね結構重たいんで家でしてきた方がいいと思います。一応まあ参考に、こういうバット、グリップはゴルフ用のグリップが入ってますんで、一本持ってたら便利です。はい、パッティングなんですけどね、練習場に来たら僕の場合はね、あまり真剣に練習はしません。ラウンド前は集中力あんまり高めて練習しても疲れるんでね、実際コース入ってから集中した方がいいので、まずはロングパットを、まあ適当にね、適当にこう打っていくっていうね、そういう練習してください。まあ今日のグリーンの速さを確かめる感じで、今日は重たいな、速いなぐらいの感じ、まあ別にカップによるよらないは別にどうでもいいんでね、やってみてください。はい、次はね、中距離のパット、まあこの辺も一緒ですね。大体のタッチでいいので、もうリズムだけ、距離感だけね。でその時に歩数だけ測っておきましょうね。大体1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、大体10歩ぐらいでこれという、体にね覚え込ますということが大事ですね。はい、これも大体中距離ですね。あまりこの時にヘッドアップしないようにとか、あんまり気にしない方がいいと思います。大体目標を見て、片手でもいいぐらいですね、片手でもいいぐらい、こういう雰囲気を出していくっていう、1、2、3、4、5、6、7、8ヤードぐらいですかね、これは。はい、だんだんショートパットになっていくんですけど、大体これがよく言われる竿1本分ぐらい、もうこの辺ぐらいからちょっとカップを意識して狙っていきましょう。これぐらいの距離からやっぱり枠に入れていきたいです。そう、まあ強さ、タッチと距離両方合わせていく感じですね。はい、これはワンピンぐらいすごく大事です。で最後はもう絶対に外したくないという距離ですね。まあだいたいクラブ1本ちょっとぐらい、これはもうなんて言うんですかね、ほんまにショートパットを入れるぐらいの気持ちで、ここはもうヘッドアップしないで必ずカップインするよというイメージで、まあ3球から5球、これはあんまりたくさんしない方がいいと思います。結構疲れるんでね。はい、じゃあ僕のパッティング練習、まずは長い距離から、まあ、適当にやりながら
だん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 集中力を増していって、最後はショートパットで終わるという感じです。これはコースに来たら必ずやってます。まあ、お昼ご飯食べて時間があれば必ず練習しています。それが僕の上達の秘訣だと思います。まあ、なかなかこれから暑いですんでね、練習するのは大変だと思うんですけど、パットは必ずスコアにつながってきますんで、ぜひやってみてください。スティック大体2本キャディバッグに積んでましてですね、まあ、プロゴルファーとかもよくこれ入れてますね。これをですね、このカップの幅、言うたらクラブのちょっと幅に入れますね。はい、まっすぐですね。でこれをボールを置いてですね、でこれもまっすぐ打つ練習。はい、これもね、単純な練習なんですけど、すごくまっすぐのイメージを植え付けるのには最高の練習ですね。はい、プロとかはよくやってますね、これ。はい、そしたらまっすぐのイメージがつきますので、ショートパットすごく大事です。やってみてください。はい、皆さんグリーン上上がるときに自分のボール、ディボット跡っていうのがあるんですけどね、ショートアイアンとか特に上からバーンって入ったときに穴ができまして、そのまま放置しておきますと芝が枯れていきますので、これね、こっちからやるんじゃなくて、向こうの方からこう刺していってください。刺すだけでいいです。こうね、このボールがあったらこっちに行くんじゃなくて、こっち側からこうで、グッと持ち上げないでください。ただこの周りの芝を刺すだけでいいです。で最後はこっちからね、埋めていきましょう。これはマナーです。すごく大事なんで、やってみてください。もうすごい短い距離あるでしょ。でこの時によくやるのは右ですね。右を押し出す。それはどうしてかというと、向こう見てまうんですね。それをやめて、必ずヘッドアップしないように打ちましょう。まあ、パターの3つポイント言うときます。まず1つ目はリズム、自分の好きないいようなリズムを作ることです。例えば構えてから向こうを見て 1,2,3 で引くとか、例えばそういうふうに決めて打った方が必ずいいと思います。2番目はラインの確定、下り上りの確定、それをしっかり把握して、でグリーンに上る前にも傾斜をよく見てですね、あまり時間をかけないようにね。やっぱりアマチュアゴルファーはですね、マナーが一番なんで、後続来るので、その方たちに配慮して早めにライン読んで早めにホールアウトしましょう。後ろが混んでいるときはですね。はい、で3つ目はですね、やはりパターは何よりも大事なということです。最後の爪なんで、300ヤード飛んでも最後の30センチが入らなければ全く意味がありません。ですんで、やっぱり何よりも一番練習してほしいです。僕は何よりも一番パッティングを練習しています。家にもパター練習場を自分で作ってやっています。それはショートアプローチも同じです。まあ、どれだけ練習したかによってやはり上達する道は違ってくると思います。はい、今日はですね、アナカントリーの夕焼けゴルフのスタート前の時間を利用して動画を撮らさせていただきました。どうか皆さんも、夕焼けゴルフ一番の練習になると思うんで、ぜひ一緒にこの谷地とラウンドしてみませんか。それじゃあ行ってきます。またねー。